がいますよ。結構たくさんいます。電車に乗ってて鯉がいるような川だってね、思ってませんでした。上から見ると電車からだとこんな見えないんで、めちゃくちゃたくさんいますね。はい、ここはですね、穴沢天神社といって、まあ結構あのこの辺じゃ実は名の知れた神社のようです。いつできたかというと2500年前だから紀元前ですね、まあ、2500年前にここに神社ができたと言われています。でここはこの神社の一の鳥居と言われています。でここ階段すごいじゃないですか。ちょっと見てみましょうか。失礼します。階段がすごいんですよ。で大変なのであっちからね行こうと思ってます。ちょっとねあのさっきのところよりちょっとだけ歩いてきたんですけど、ここから中のね神社に入っていこうと思います。でなんでここに来ようかと思ったかっていうと、電車ねこっち電車走ってるんですよ。で通勤してる時にここ電車からねここだけぽっかり空いて見えて、ここなんだろうと思ってたんですね。ずっと鳥居だから神社っていうのは分かってるんですけど、でこっちから行くとそんなに階段を登らなくて済むみたいなんで、こっちから行きます。中に入るとすぐ、まあ弁天様があるらしいんですね。はい、お参りしました。入っていきましょう。これね、今日ちょっと梅雨時っていうかね、すごいですね。暗くても見えないでしょ。行き止まりです。こちらにもね神様がいらっしゃいますね。うん、いえいえ。まあ弁天窟って言っていいのかな。でこっちにはね、湧き水があるんですよ。この水はね飲めます。湧き水なので綺麗なはず。あ、冷たい。冷たくて気持ちいい。はい、湧き水を汲みます。そのためにこのペットボトル持ってきたんです。結構すぐ水溜まりますね。うん、なんかねそこまで冷たくもないな。よし、さあ、やっとね神社の方に上がってまいりました。まあ戦争のね慰霊碑みたいなのがねこちらの方に立ってます。結構この辺じゃね有名な神社らしいんですよね。地産の神社、神明神社。風鈴の音が涼しくていいですね。ではね入っていきたいと思います。これなんだろう。ちょっとね古すぎてわかんないんですけど、割れてるし、なんか由緒あるものを
ぽい不勉強ですいません。よいしょ。結構驚きですよね。この山の中にこんなに開けた場所がある。早速お参りをします。ちっちゃい可愛らしいお稲荷さんもあります。前の動画でも言いましたが、お稲荷さんは鳥居が赤いですね。はい、では例によっておみくじを開封します。はい、吉、うん、吉を引くことが最近多いですね。まあまあまあではないでしょうか。うーん、願い事、これね、皆さんなんて書いてあるかわかるでしょうかね。うん、願い事を整う、しかし色ごとにつき妨げ起こる。うまくいくけど、まあ色事っていうと男女の恋愛のなんか出来事ですね。そういうことで支障が起こるかもしれないよと言ってます。マジですか。電車の音がすごいですね。はい、祀られている神様、左からオオナムチの御事、はい、スクナヒコナの御事で、菅原道真です。道真さんはあの学問で有名ですよね。学問の神様で有名だから、受験生とかが、ね、お参りするといいかもしれないです。これはね、ご神木だそうです。すごいですね、1000年ぐらい生きた木なんですかね。はい、そしてこれからですね、この山の奥にある小沢城っていうお城の跡とね、神社をね、に行ってみたいと思うんですよ。いやー、ここか、ここ登るんだ。行こう。いや、すごい。ちょっとね、ここから行くのはやめときます。今やばいのいたでしょ。なんかそのまま飲んでましたけど、煮沸してご利用くださいって書いてありますね。煮沸はどういう意味かというと、まあ沸騰させてくださいってこと、熱くしてくださいってことで。ここからね、さっきのそのお城の跡と山の中の神社に行けるらしいんですけど、通行止めなんですよ。なんかね、崩れた土砂崩れがあったっぽいんですよね。
なんでちょっと別ルートからね回りたいと思います。今ね一の鳥居まで戻ってきました。ここからねどうもねちょっと向こう側の道路に抜けられるらしいんですね。行ってみたいと思います。結局この階段登るんだな。穴沢天神社もう歯入ってますけどね。これ左に行くと先ほどの神社、弁天窟の方を通った方が体力的には楽ですよね。で私はこっち側から抜けたいわけですね。反対側から抜けます。でこのままこれまっすぐ行くとね、あのさっき通ってきた川の方に行っちゃうんですけど、なんとこの階段を登っていく、あの駅の近道って書いてあるんですけど、よみうりランドとか行くに近道って書いてあるんですけど、いや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 、まあ、また蜂いないかな、すごい心配だわ。コロナも心配だけどさ、蜂も心配。ああ、結構人通りはね多いんですよ。めっちゃ見晴らしがいいですね。山の上です。ね、さっきのね蜂がいたところを無事に登ったらね、ここに出てこれたんじゃないかなと勝手に思っています。やばいですね、暗いですね。昼間なのに、はい、見に来ようと思わなかったのに通り道なんで、ここあのジャイアンツのねスタースあのグラウンドなんですね。球場だからジャイアンツカラーなんですよね。この階段オレンジの線が入っています。まあそれにしてもですよ、野球見に来たわけじゃないんですけどね。試合すんのかな。さっきね日本ハムファイターズのねバスがついてたんでやばいと思って、もう完全に野球見るわけでもないのにこの辺フラフラしてるとかね、不審者ですよ不審者。ここ、ね、巨人への道というねモニュメントがありますね。ですね、結論を言うとね球場側からはね行くことができないです。一応道はねあるはずなんですけど、やっぱそっちもあの通行止めになってるんですよね。まあ雨が多い時期だからっていうのもあるし、で一回駅まで戻ってちょっと川を大回りして行ってみようかと思います。これでダメならダメかもしれない。こういうのも悪いことばかりじゃないですよ。こんなにいい風景見ながら平日の昼間から歩けるってね、何者なんですかね私は。悪いことばかりじゃありません。ちなみにねこれ見えてるロープウェイはね、あの読売ランドのロープウェイです。あの読売ランドにね行く人はね、あのまあ車かこのロープウェイ一択ですね。電車とかで来た人はもうこれ一択で、まず山ね登る必要ないですもん、疲れるし登ったことあるんですけどね、あの上に読売ランドだけじゃなくてあの温泉施設なんかもあるんで、昔々行ったことがあるんですけどね、もう遊園地で楽しむ前にね山登りする必要はないと思います。あ、ちょっと乗ってみたい。
乗らないけど、だいぶ終わりかけですけどね、汚くなっちゃってますけど、紫陽花が咲いています。電車から見えるという意味がここからだと分かってもらえそうですね。これさっき鯉がたくさんいた川です。あれが一の鳥居。こっちがさっき言った、こっち側から入っていくときはこっち側から入っていったと思います。まあ弁天窟のある方ね、こっちの方が階段だけど緩やか。で、向こうの橋から大回りして行こうって考えてるわけなんです。これでダメだったら今日ちょっと諦めます。してるじゃない、あなたね、うん、行くね、行く夏っこいですね。そうそうそう、行くだね、うん、見て見て、もうなんかずっと撫でてていいな、もう撫でててもいいかな。やい、甘噛みです。いや、めんこいめんこい。この子女の子ですね。めんこいは可愛いという意味です。結論を言いますとですね、ちょっとね、あの山の中の神社とあのお城の後はね、諦めようかと思います。どこだかわかんないんですよ。ちょうどあの行き止まりになってるところ、あそこら辺にねあるっぽいんですよね、地図によると。でも、まあ、まず行き止まりになってるということと、どこからやねんっていうのがこう見た目では全然わからない。で、今日の服装でねこれ入っていくのは無理ですね。唯一入っていける方法がやっぱりさっきのあの神社の脇の山登るとこだったんですけど、あんなにでっかい鉢いたらやっぱり危ないですよね。なんで、今日は諦めて帰ろうかなと思います。まあ撫でて帰ろう。
ご視聴ありがとうございました。正しい正しい生き方が分かりました。なんですけど、結構ね、綺麗な道で大回りすれば行けるみたいなんですよ。あんなね、山越えなくたってね、山を越えようとしなくてもね、よかったんですが、これさ、まあちょっと梅雨ってことでね、雨がめっちゃ降ってる中で歩く気がね、完全にしなくなったので、まあ、さっきご挨拶しましたけれども、まあ、本当に帰ります。まあ本当また今度だな、行くとしたらまた今度。でも見応えは今日行った神社の方がね、絶対あると思いますよ。これはね、駅から出ても本当ちょっと歩くだけで実はついてしまうような山にありますから、穴沢天神社ね、皆さんもね、ちょっとまあね、ぜひね、行ってみてください。自然が楽しめると思います。